じゃあそろそろ、はい、実機使って、実機を使った回線、はい、今日いろいろ試験的な試みをっていうことを何度か言ってると思うんですが、はい、ここでまたもう一個試みを、ほう、試みを、うん、何ですか。私ずれます。ほう経験にも一個ずれていただきます。はい、ほう、ランドスライドするわ。ランドスライド、別のコミュニティチームのスタッフに説明してもらおうかなと思って、はい、ということでグループポーズの番長がいるからね。はい、そうですね。その番長にお任せしたいと思いますので、はい、ちょっと一旦はけます。ちょっと待ってくださいね、ちょっといろいろ移動させるんで。どうでしょうか。お邪魔しまーす。わーわー、花が咲いたよ。花と言われるから君たちが花がない、花がないって言ってたから、花が咲いたよ。そうだよ、いい匂いがするよ。花と言われるとちょっと違う。いやいやいや、じゃあ、はい、改めてご紹介を、はいはい、します。はじめまして、コミュニティチームの柳原と申します。よろしくお願いします。ね、去年僕の幻想役、そうですね、幻想役役14時間生放送で伊谷さんの幻想役を使った姿、すごいよ。パチパチパチの数が過去最多だぞ。お前ら、お前ら、君たち、そうだな。お前ら、君たち、君たち、はいはいはい、さよならもっち、もちおクビだなっていう名前がね、ガンガン来てるんで。ひどい。いや、いいです、いいです。俺、クビでいいんで、はい、ちょっと頑張ってください、今日。横から盛り上げてくれるんで、はい、大丈夫です。はい。早速、実機に。はい。大丈夫ですか。はい。行きましょう。お願いします。じゃあ、実機に画面を変えてください。はい。はい。では、実機の方に行きます。伊谷さん、お願いします。はい。お、左下に、あ、大将、大将もやる、あそこにいた。なんか来た、やだ。あの ALTV 見てる人は結構見慣れた姿ですよね。本当だ。なんか黄色いの来たし。はい、今パーティーに黄色いのパーティー組んでるんで、一緒にじゃあ同じエモートをしてグループポーズを起動させたいと思います。はい、何やりましょう。1番で、はい、さあエモートを、あら、これですね。あ、ステップダンスをして、でこれ一緒のタイミングで撮りたいなと思っても、人数が多くなると結構難しいと思うので。いや、そうなんですよね。業務連絡、業務連絡、はい、マウスをもうちょっと後ろ側に。あ、聞こえます。聞こえるって。カチッカチッ。すごいね。すごいですね、うん、じゃあグループポーズを。でもやっぱ聞こえるんじゃない、弾いても。いや、多分ね、あのマウスのカチコリクリック音が多分、うん、大丈夫。今日はじゃあカチカチありでお届けさせて。すいません、カチカチあり。カチカチありと鼻なしどっちがいいんだよ。いやいやいや、なくすぞ。カチカチありお願いします。じゃあ、優しいな、みんな。おかしいな、この優しさ。大丈夫です、ね、あ、ちなみに声大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、全然 OK。 全然、OK、どれだけ張っていいのかちょっと分かんない。もうね、一番今いいよ。あ、本当に真ん中に、目の前にありますからね、マイク。分かりました。じゃあ早速、あのグループポーズ今起動しました、はい、で、こんな風にパーティーメンバーはこう同じ動きをしてくれるので、はいはい、好きなタイミングでスクリーンショットを撮影することができます、はいはい、で、さらにあの便利な機能がグループポーズにはあるので、はいはい、こんな感じでグループポーズ設定ウィンドウを出してみます。出し方は何でしたか。出し方は今キーボードのペンキーのアスタリスク、はい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 、米米米米、9の上。そうですね、9の上、数字の9、ね、アルファベットの9じゃなくて数字の9の上の、ミッフィーの口みたいな。これゲームパッドだと何ボタン。四角ボタンです。四角ボタンです。じゃあこのグループポーズ設定の基本的な機能をお見せしながら説明したいと思います。はい、左上のボタンなんですが、これカメラ方向への視線送りです。こう今あるカメラの位置の方向にキャラクターが、おー、受けます。ちょっとこれはなかなかの笑うな。手前はいいけど、笑うんじゃん、後ろがひどい。こんな感じで今あるカメラの方向に
顔を向けてくれます。インパクトがちょっとびっくりしましたね。こっち見んなっていうことですよね。キャーこっち向いてこっち見んなっていう、ね、こんな感じですね、はい、こっち見てボタン、こっち見てボタン、わかりやすい。で続いてその隣のボタンが、これはカメラ位置にライトを配置するボタンです、うん、今あるカメラの位置にボタンを押すとこうライトが、はい、あ明るくなりました。明るくなったかな。そうですね、今ちょっと昼間なのでゲームの色、うん、あでもね分かるよ。大丈夫ですか、うん、近くだと分かる。影を見てると多分分かる。ペカーみたいな、チョコボを光らすな、ペカーこれだからあの大将偶然だけどいい仕事してるよ今、分かりやすい。そうですね、分かりやすいですね、うん、こんな感じで好きな位置に置けます。はいはい、で隣のボタンですが、これモーションストップかっこ全体とあるんですが、うん、今映っている全員のモーションをストップさせることができます。押してみますね。はい、ピタッウリーってピタッおピタッ、はい、こんな感じで全員の動きを一斉にストップできます。あらで隣のがモーションストップの選択対象で、今僕が選択する。そうですね、今チョコボ、伊丹さんのキャラクターが選択されてるんですけども、この状態でこのボタンを押すと、伊丹さんだけが止まります。伊丹さんだけが止まります。そこそこのパワーワード。伊丹さんが止まります。伊丹さん止まります。地球上にねえ会話をする。今キーボードのキーボードのタブを押すと対象が変わります。はあ、対象。対象が対象が変わります。ややこしい。こんな感じで一人ずつ止めることができます。はいはいはい、じゃあ続いてこの左これすごいよね。大丈夫です。うん、俺これ初めて見た時すげえ感動したもん。これパッチノートの画像撮影ですごい便利で使ってるんですけども、ね、大活躍です。ね、いやそうなんだよね。普通に仕事で重宝してるっていう。ありがとうございますっていう機能です。これできますかを全て叶えたのがこれだ。そうこれそう画像撮影において神。神です。そうほら、初めて知ったけど細かすぎないっていうコメントあるでしょ。大丈夫です、中側の人もそう思ってるぐらい、うん、細かいところにいろいろねこう手が届く機能がいっぱい入ってるんです。そうですね、なので今日はそれをご紹介しております。はい、はい、じゃあ次いきますよ、うん、はい、次ここの左の上のカメラのボタンなんですけども、はいはい、こちら全般設定となっていて、うん、今これカメラの調整ができます。でカメラって普通こう寄るとここまでなんですけども、うん、この状態からそうですね、ハウスロールとかこの状態からこれを右に行くとさらに寄ることができます。あらごめんなさい、あらごめんなさい、セクシーカットごめんなさい。でいつもこう見ている角度というか、うん、こう一番引いた状態でさらにこのカーソルを左に持っていくと、あら遠い、あら背景綺麗、さらに引いた状態で見ることができます。すごいよね。すごいですよね。なんでこんな引けるようにしちゃったのっていうぐらい引けるもんね。本当に普段見えないところを、ね、豆粒そう、こんだけできるんですよ。素晴らしい、すごいでしょ。皆さんもできるんですよ。だからここさえグリッてやっちゃう。皆さんもできるんです、なんか変ないやPV とかね、なんかそういうのでしかできない、どうせ特別な機能なんでしょこれはみたいな空気の中、いえ皆さんもできるんです。できます、大丈夫です。でその次の下のこちらのスライダーが、はい、カメラの角度をこうくるくる変えることができます。これ俺酔う酔う、ああ天井走ってます。この角度だとあの縦撮りができるという、ああそうなんですよね、これ縦長にスクリーンショットが撮れます。これ最初にでも縦長で撮ることを思いついた人は天才で、すごいですよね、うん、なんかスマホにちょうどいいという噂を聞いております。狙った、狙った多少狙った、はい、すごいな、すごいです。では次です、次カラーフィルターです。これいろいろあるんですが、うん、押すと画面の色がいいやつだったな感が出ますな。なんかこう思い出感みたいに、ね、いいやつだった感で悲しくなるでしょあの頃2人はこんなに楽しく踊っていたのにこれでもあれだよね、回想シーンとかさ、撮るときはいいよね。そうですね、物語が作れちゃいます、うん、セピアとか絶対右のチョコボがなんかやらかしたパターンそうだね、チョコボアウト鮮やか、鮮やか、あ、すっごい綺麗、うん、鮮やか、鮮やか、はい。では続いてスクリーンエフェクトです。はいはい、
ちらはこんな感じに。腰が痛いんだ。強いられている。もうちょっとけ。こんな感じ。見えますかこの線。わ、周りのね、集中線ね。キャラにもうちょっと寄せてみたい。寄せた方がいい。こんな感じ。うん。こんな感じ。そんな感じ。とか、あとは光彩。あ、光が入ったり。うん。エフェクトがかけられる機能ですね。うん、で、こっちに行って、ステータス表現。これは、やってみましょう。はい、ああキー凍っちゃったよ。こんな感じで、うん、すごいね、うん、ヒートなぜ凍らそうと思ったのかだよね。なぜでしょう。なんで凍らせると。そこに氷があったから。そこに氷があったから。そこに使える素材があったからかな。これ燃えてます。グレンこんな感じでグレンカンが出てる。燃えてね、いいと思ってたよ。おすすめ誘惑。あらかわいい。あらかわいい。あらかわいい。ハートが出ます。あ、さっと。もうこれがさ、一個選択するだけでいろいろ使えるっていうのがさ、いや本当。大変けしからんですよ。ただ、はい、なりました。で下がフレーム表現。はい。こんな感じで。じゃあフレーム。また思い出感出ちゃった。思い出。だこれさっきのね、セピアと組み合わせるとね。セピアと組み合わせてみますか。あ、こんなこんな感じ。おかんのタンスから出てきそうな。そうだね。ちょっと古ぼけた写真っぽい感じですね。うちのおじいちゃんはこうやって毎日湖で踊ってたんやで。おじいちゃんチョコボだ。あとちぎりとか、こんなのありますね。アルバムにいっぱい作れそうだな。はい、で続いてが、ライトの調光。はい。で、先ほどカメラの位置にライトを置けるっていう説明をしたんですけども、そこで3つ置けるようになります。はい、1 3倍2 3すごい明るくなったの分かるかな。こう3つ置くことができます。おで、このライトのタイプ1、うん、タイプ2、タイプ3っていうのは、うん、1が光が弱くて、2と3に行くほど光が強くなっていきます。うん、徐々に強くなる。そうですね。で、タイプ1がミニオンのクロックワークさんと大体同じぐらいの光の強さということでした。ですね。あ、やっぱ全然違う。違いますね。ライト消して見ると全然。ちょうど陰ってきたから、なんかなおさら、ね、分かりやすくなってきたね。時間帯も我々の味方をしてるよ。で、下のこの赤と緑と青でライトの色味が変わります。お、ちょっと、あーこんな、こんな加藤ちゃん出てるじゃん。こらこら、多分ね、分かる年代と分からない。そうですね。こんな風にそうですね。8時ぐらいに出てきた。まあ、これでなんかね、いろんな色がそうですね、っていうのがグループポーズの、まあ、簡単にできる機能。うん、こんな感じであるんですけれども、はいはいはい、じゃあ今回はこのライトをもうちょっと説明したいと思うんですけども、うん、これ3つ置けるんですが、じゃあどこに置いたら効果的なのかっていうのを、ほう、うん、知りたい。これはじゃあテクニックの話ですか。そうですね。そう、こっからはなんと柳原式。いや、ググったんでググって調べてこうなるんだみたいな。柳原式ググった。なので、もっと多分最適なのを知っている方はたくさんいらっしゃると思うんで、はいはい、まあ、こんなこともできるよっていう感じでご紹介したいと思います。そうですね、より効果的に。そうですね、はい、じゃあまず1個目のライトをキャラクターの、うん、こう斜め45度ぐらいから一番強いタイプ3に置きます。これ1個目、うん、ほう、ちょっと言った方がいいかな。もうね、チョコボがね、大きすぎてね。チョコボどっか行ったらいいかな。ひどい話しちゃう。今左から当てた光がこの右側にこう影を作っているんですけども、うん、この影を和らげるっていう意味で、はい、逆の方向から2つ目のライトを設置します。これの強さはタイプ2。タイプ2ですね、うん、ほうほう。で、最後に後ろの方から3番目のライトをタイプ2、タイプ2かタイプ1かどっちかから。大丈夫、みんなついてきてる。大丈夫ですか。タイプ322やな、うんうん、
ておくと、ちょっと今まだ明るいのではっきりわからないんですが、こうするとキャラクターがより際立つ感じでスクリーンショットが撮影できます。へえ、もうちょっとやってみて。今ね、うん、こんな感じ。初めての人がね、若干戸惑ってる感あるかもしれない。全然、好きな位置に置いても大丈夫だと思いますよ。違う、あれだよ。どこに、今、何だろう。もう一回改めて。置いてって言ったけど、どういう風になったらその置けるのか分かんないんだと思う。あ、じゃあ。そう、だから置きたい場所までカメラをこう、ズンって動かしてっていう話をしてあげる感じじゃない？置きたい位置にカメラをまず動かします。そう。ここに置きたい。カメラが、そう、カメラがある位置にライトが出る。はい、まず最初にこれでカメラ位置決めるんだよね。はい、カメラ位置を決めます。角度とかそのキャラクターとの距離とかも全部最初にこれで調整しちゃう。そうそう。で決めたら消したりして、うん、ここがいいかなと思ったらこれだこれだ、違うぞこれだっていう感じで何回でも繰り返せるんで、はい、そうそうそう、こうですね。はい、で1個目の場所が決まったら2個目の場所を決めます。で、また置きたい位置にカメラを置いて、うん、この2のボタン、真ん中の、真ん中ですね、2個目の2のボタンを押すと2個目の照明が設置されます。うんうん、今ね、それぞれのライトに色をつけたら分かりやすいかもねっていう、つけてみましょうか、アドバイスがありました。赤で大丈夫、大丈夫、画面を寄せて、今2番目のライトを赤にしてみました。夜にしてる、あ、夜にできますか。ほっ、おぉ、あ、はい、今僕魔法を使いました。チョコボが魔法を使った。チョコボが魔法、このチョコボすごいな。何でもできちゃうな。夜になりました。夜になりました。こんな感じです。照明がないとこんな感じです。これがデフォルトのやつ、はい、ね、じゃあ改めて1から置いてみようか。では1から1、色変えた方がいいですか。 あ、 あれじゃない、置いてから色変えたら、うんうん、じゃあ1を置いてみますね、うん、1、はい、ペペンと、ペペン、この辺かな。でこれタイプ3の一番強いやつなんでね。そうですね、うん、一番強いやつを置きました。これ何色にする、何にしましょう。赤、赤、赤、赤にしちゃう、グレンの赤にしちゃう、真っ赤か、真っ赤にしようか。あ、本当にすごい。なんかカメラの暗室みたいな。はい、で、じゃあ2個目を置きます。2個目はこの影になってしまう部分に置きたいので、うん、はい、まあ、ちょうど影がそのこの辺からキャラの右側に出てるんですけど、そうですね、この辺に消していきたいなと。2個目のライトを置いてみます。じゃあ青、青かな、青でタイプが2、うん、青置きました。おお、なんか全体的に紫になったね。そうですね、装填の青が入ってきて、はい、で3個目の、うん、ライトをキャラクターの後ろから、後ろから、はいはい、後ろから置いてみますね、はい、3個目。結構だからこの位置選び重要だよね。緑かな、緑かな、モルボルの緑かな、緑かな、はい、あ、緑になりましたね。すると、だ、今カメラ位置が分かりやすくなる。お、上から、真上から照らしてみると分かりやすい。真上からいきます。いける、若干引ける。だ、今赤がカメラ1が置いてあって、青がカメラ2が置いてあって、はい、緑がカメラ3と。この辺で大丈夫ですか？もっと寄った方が。ギャーって引いてみる。逆に引いてみる。引く？うん。引いてみる。ほら、引いた方が分かりやすい。どうでしょう？分かる？ここでじゃあ、分かる分かる。つけたり消したり。つけたり消したりやってみます。ほら、床の色が変わるからさ。ほらほらほら、ちょっと弱い。わかりやすく強くしてみます。強い、あ、強い。あ、こうですね、はい、だから大体こんな感じで、あの左、右、後ろ、そうですね、ってことだよね。配置するとどうなる。これで色を戻す と、 戻すと、ごめん、俺がつけたり消したって言ったら多分後ろのライトが変な位置に来た。うん、ごめん。ごめん。大丈夫大丈夫。余計なことを言ったくさい。あ、はい、はい、ありがとうございます。これで、はいはい、通常の椅子。おお。ちょっと強い。こうして。そう。お、すげえな。こうと。はい。
キャラクターがちゃんと夜中でもバッチリ、はいはい、若干多分もうちょっと寄った方が良かったかな。まあまあでもだいぶ綺麗で、でもこんな感じで3つ照明を使うと、うん、暗いところでも綺麗にキャラクターが映るの で、ね、影が建物の中とかね、明るくならないようなところではこの3つのライトを使うのはすごくおすすめです。ほう、綺麗に撮れる高さってありますか？高さ、高さ、それその高さっていうのは何の高さのことを言ってる？ライトの高さ、ライトの高さってこと？綺麗に撮れる、フィーリングで、フィーリングで、だってさ、キャラの高さによって変わるからさ、一概にいいっていうのは今、デコボコすぎて難しいんですよね。カメラの高さ、カメラの高さも周りのその余白だったり後ろの背景次第だから難しい質問をするね。フィーリングで、うん、いっぱい撮ってみて好きだと思うのがいいんじゃない？このカメラの位置センターの調整どうやるの？このカメラの位置センター、今は、うん、キーボードの AW、はいはい、WASD、うん、あれですね、キャラを移動と一緒ですね、キャラを移動させるのと一緒ですね。だってパッドは左スティック、うん、パッドは左スティック、移動ですね、移動、そうこんな感じ、いいね、いいね、こういう質問が出てくれるってことはさ、そうですね、初めてこれを触ってくれてるってことじゃない、すごいありがたいですよ、だからもうどんどん質問してほしいです、うん、これだから誰かあれじゃないの、もうグループポーズの初心者スレッドとか雑談のところにフォーラム立ててくれれば、あ、そうですよね、うん、バン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 お答えします。コメントお返しします。右のチョコボは消せねえな。魔法で、魔法で消せないな、消せないな。でも右のチョコボがいたから今夜になったんだぜ。そうだよ、そうそう、魔法使ってくれました。ねえ、朝にしてやろうか。わかりにくい朝にしてやろうか。それだけ光が分からなくなる。逆光にしてやろうか。流し目の取り方はどうしたらいいんだろう。流し目はだからあれ、さっきのあのカメラを見る向きを目線のあれ。おめえじゃねえよ。あ、そうそう、だからね、その一応今回は初めてグループポーズを触ってくださる方っていうのを今ターゲットにしてるんで、多分ね、普段グループポーズのスクショ機能っていうのを活用されてる方からすると、まあ、当たり前だよねって思われると思うんですけど、あのそういうのも含めて仲良くやっていただきたいのと、そこで OK、今日の良かったよってなると、今コメントにもあるけど、シチュエーション別の撮影テクニック的なものもご紹介できるかな。今日もね、はい、あれなんだよね、グループポーズ同盟の方々からは実はいろんなワンポイントテクニックみたいなネタもいただいてたんですけど、はい、時間の都合と何よりもいきなりテクニック紹介しちゃうと、そうですね、この初心者機能っていうところがないままいっちゃうともったいないかなと思ったんで、すいません、もうちょっと寝かしてください、寝かさせてくださいっていうのを、ということは 4.0 が当たるとこれがグループポーズの特集がもう一回できるかもね、はい、おお、皆さんな、まあ、今日の反応次第しょ、今日の反応次第、うん、いつの間にかカメラに切り替わって普通に顔でやり取りをしていたよ、こっち見て、こっち見て、はい、いつの間にかカメラに切り替わっていたよ。そうだからね、まあね、知ってる人からするとね、あんなの基本じゃんって言うけど、その基本が意外とね、触らないと分かんないですよ、ですね、なのでそこはね、ちょっと温かく仲間が増えるから見守ってやってください、ぜひ、はい、いや、基本編、応用編、活用編の3回じゃ足りないな、足りないですね、ああ基本編を3回ぐらいゆるゆるやって、軌道編、立道編、天道編、天道編、うめえこと言うな。じゃあその上のレシピ、レシピマ作っていい。あー、さらに上に、そう、ペンキーの上のアスタリスクだけど出ないな。R でも出るでしょ、R でも出るから、じゃあ R とかでちょっとやって、オートランかサブコマンドでも出る、出る、うん、出た、出る、うん、ホイールピックか、ホイール押し込みでデフォルトだったの、うん、そうですね、っていう感じだったんですけど、皆さんどうですか今日、基本を一応ね、こんな感じで今日のコーナー的にはここまでで止めようかなと思ったんですけど、
まあまあ良かった。まあ、多分次も見たいなって言ったら多分柳原さんがまた次も出るんじゃないかな、うんうん、次もそう、だから見たいって言ってたいもん。でもね、もう終わりって言うけどこれ30分ぐらい今やってるんだけど、そうですよね、実はもう30分経ってる。そうだ、この後は皆さんさっきも言ったけど光のカメラマンになってちょっと一緒にグループポーズ投稿しようぜ。しようしよう、ぜひ、うん、一人何でも柳原さんが見たいってグループポーズじゃねえじゃねえかあー急に見たくなったわとか言ってグループポーズいいんじゃないですか。急にグループポーズ見たくなってもいいんやということで、まあいろいろまあご紹介をしたんですけれども、はい、なんかねグループポーズ同盟の人もすごく優しくて、てか14っていうプロジェクトは多分全員優しいんでしょうね皆さんね、はい、あの初回の方にはなんかお土産を持たせるっていう謎の仕組みが、はい、制度がお弁当がある、はい、制度が、はい、今日もあれなんでしょう、ちょっとお弁当あるんでしょう。そうなんです、4.0 で新しく追加される機能の動画を持ってきました。マジっすか、はい、初回優しい、ね、初回優しいですね、いいですね、ちょっとだけなんでしょ、ちょっとだけなんですけど、うん、ね、いいですね。じゃあなんかほら、せっかくだからカメラに向かってどうぞってやると流れんじゃない。そう、大丈夫ですか、どうぞ、あ、いつでもいけるって、いつでもいいですか、どうぞじゃあこの動画お、ちょっと来ちゃう、はい、ファイトはフライト使って起動すると、お、アクションだ、たこんな感じで繰り返します。動画で見るといいね、やっぱね、もちろん止められます。そう、好きなところで止めて、いろんな角度から見ることができます。いいじゃない、やっぱさ、一回さ、静止画で見ててもこの動画にするとインパクトある。そうですよねこれちょっと個人的に気になってた、ジャンプしたらどうなるのかなと思って、イルシブおーすげえ、カメラがちゃんとついていって発動時点ちゃんとカメラがすげえな。あとアクションだけじゃなくて、うん、アイテムも、マジか、例えばこれもレルムリボン、プシュー、うん、これももちろん好きなところで止められます。いいじゃない起動してみると、これだ、みんなでプシューってやったら、そうですね、何回も繰り返す、一人一人だってこのプシューの状態も調整できるってこと、あとアイテム使って食事取った時の食べたり飲んだりっていうのも、フードファイター並みに食うとるすげえな、めちゃめちゃ繰り返してますけど優秀はい、素敵、あー、これが、あとエモートとアイテムを組み合わせることができます。一人花吹雪、そうです、あー、いい、おー、何回も繰り返すのでこんな感じで、はっ、みんなでやったら楽しいね。そうですね、こんなこともできます。待って待ってこんなこともこんなこともちゃん、いいな、なんかちゃんと落ち着けてるなあとこれフィルターです、新しく追加されるフィルターで、うん、開発ブログでも岩宮さんがおすすめって言っていた、はいはいはい、パーティクル、これすごい綺麗なんですよ。お、あれ？わかるかな？光が上か、そう、光がキラキラしてるんです、これ。いや、ちょっと天使の羽から何かが、そう、見えますか？大丈夫です？なんで死んでしまうの？ほら、やめて、まだ早い。やめて、まあ、こんなこともできますよっていう。先生術師で撮ってみたらちょっともともとのエフェクトかなと思って、あ、いいねいいね、合うね、合いますよね、うん、綺麗ね、すごく綺麗なんです、プチ晴天太鼓、そうね、そうですね、あら素敵、うん、はい、楽しいね、という感じで、あら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 、ありがとうございます。グループポーズ同盟の皆さんもありがとうございます、もう素敵なお弁当でございました。新情報出ちゃったね、出ちゃいましたね僕が嘘つきになってる、出ちゃいましたね、出ちゃいましたね、おかしいな、まあそんな感じで、まあ 4.0 まだまだグループポーズ入るってことなんで、皆さんぜひお楽しみということと、今日から一緒に撮ってこうぜって、うん、ね、ぜひぜひ、あとあれなんだよね、今日夕方に告知をさせてもらったゴールド操作フェスの時に、一応イベントで
グループポーズを使ったスクショを撮ってちょっとツイッターに上げてよみたいな企画を今やろうかなと思ってるんで、あのそのためにもちょっと今のうちに練習をしといてください、うん、ということで何撮る、はい、その時のハッシュタグも俺決めてんだ、はい、ほう、なんすか、グループポーズでハイポーズ長い、マジですか、マジ、このグループポーズでハイポーズっていうハッシュタグをつけて、その特定のグループポーズで撮ってもらおうかなと思って、はあ、ポーズ、ポーズ、楽しみ、はい、うん、詳細は詳細は後日出しますんで、はい、ちょっとお待ちください。なんてって言うのよ何度も言うぞ、今日は心強いぞ、お、お願いします大丈夫です言わない、じゃあ、はいはい、じゃあ以上でグループポーズ特集でございました。ありがとうございました。せっかくだからそのまま、はい、そのままいねよ、このまま最後お知らせみんなでやろうよ、はい、うん、じゃあお知らせです、はいよ、はい、じゃあまず一つ目です、はい、経験お願いします、はい、ファイナルファンタジー4プロジェクションマッピングが、横浜みなとみらいで行われます。開催日時が6月10日11日、日曜日の、夜ですね、19時20分から、会場が横浜グランドインターコンチネンタルホテルでございます。全5回なんだね、はい、ありますので、ぜひぜひ来ていただければ。1日5回だ、2日で10回ってことか。10回です、見たいね、はい、見たいです、すげえ見たいです。よし、じゃあこちら、はい、もし行ける方はお楽しみ、そうですね、みなとみらいのところで遊んでもらって、夜は、はい、プロジェクションマッピングを見てくると、うん、はい、よろしくお願いします、遊びに来てもらえればと思います。はい、じゃあ続いてです、はい、あ、一回静かにしてもらっていい、ファイナルファンタジー14マガジン2017年夏グレンのリベレート直前スペシャルの予約受付中、なぜ最後伸ばしたかセルフで自分でやったはい、はい、公式の成長報酬でございます、はい、発売日は6月8日木曜日1550円税込みでございます。はい、こちら、見本紙ございます。お、じゃあ大将お願いします。どうや、あいた、お、よいしょ、財布に阻まれて、はい、おお、中身見たいね、どのページにしようかな、ここなら言うどうせ白いんだろって思うでしょ、白いんです、白いんです、よいしょ、白いんです、全部白いんです、よいしょ、実物はで、特典が、まあ待ちなよ、そっか、まあ待ちなよ、真っ白だと思うじゃん、真っ白、 あるぜ、あれ、あれ、お、持ってきてんだぜ、お、色こうです、こっそり持ってきたぜ、あれ、こうやって好きなところを見せていいよ、本当に、え、大丈夫ですか、本当に分かんない今日初回だから、なんかお弁当ってことで、なんかピロピロってこれ、これ、大丈夫、あ、大丈夫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 、パッと見せちゃえば分かんないよ、え、全部見せます？全部見せる？あかんあかんあかん、何を見せたら、何を見せる？ダメなの？時間的にあかん。わかりました。二時間コース。あ、そういうところ見せてよ。これ可愛い。結構ぶっ込むよね。全部見せるから。こんな感じ？あ、本当だ。これ頭防具。ミラプリのアレンジアイテムで、特集も組んでたり。他になんか。それこそほらグループポーズ同盟のところとかもあるわけですから、これインタさっきのお弁当を持たせてくれた皆さんのインタビューがなんと載っております。スクショドームスクショドーム、お、あー、これ以上、あ、これ、あ、見せられないです、買って読んでいただけないと、はい、ので開発が載っておりますので、はい、ぜひいただきましょう、いただきましょう。あと何だ、あれなんだよね、しかもこのシールがついてるんですよ、そう、これ KK の持ってる方は色子っていう見本ですね、これ違う見本です、本物です、見えるかな、クロちゃんの何々ちゃん、ヤッホーが、あ、見えた見えた、ヤッホー何々ちゃん、ヤッホーイタインちゃん、おっす、どうした、後で裏来いよこんな感じクロちゃんと、クロちゃんのスタンプ、はい、あとは、ミニオンのですね、はい、あとね、それ e ストアで予約するとしおりがもらえるんですよ、
大丈夫、うん、あら、これも黒ちゃん仕様違う、どこ、こういいね、黒ちゃん仕様、うん、かわいい、黒ちゃん隠したら怒られる、うん、はい、やっぱちなみにね、今回のそのスクショ同盟の人たちもそうなんですけど、はい、うちのチームのね、スタッフも乗ってるんですよ、コミュニティプランナー、見せる、ほら、見てるんですか、じゃーん、見えるかな、おこのコミュニティチームが普段どんなことやってますとかいうのもね、ここにちょっと載ってるんで、はい、我々はこんなことしてますっていうのをなんか見てもらって、ぜひ見ていただいて、いつの間にかデスクの周りを拝見って写真も撮られてるんで、そうそうそう、すごいね、しかもさ、コメントがマメなんだよね、はいはい、あの机の左にある色紙は吉田 PD が東京ゲームショウ20周年の色紙を渡すときに間違えて書いてしまったものをもらいました。どんだけ？その現場に居合わせました。なんそう、ろくろ回してたでしょ。今度ね、イベント会場で見たらね、ちょっとこうタケちゃんって声かけてあげてください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてです。パーポ出ますか。ポンこちらでございます。じゃららん、スクエニカフェ FF 5ピンコラボ開催中でございます。はい、現在あのもうすでに行かれてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、ファイナルファンタジー14のご飯だったりグッズだったりとかっていうのを楽しんでいただけるコラボが、はい、スクエニカフェで開催されております。はい、今ね、写真の左側、スライドの左側にもいろいろ写ってるんですけど、そうですね、今日ね、現物をいくつか持ってきましたので、あのそちらの方もね、実際ご紹介したいと思うんです。そしてね、はい、自分もね、実際これ行ってきました。ほう、うん、ちょっと、見てきました。いいですね、すごい、もうね、やっぱテンション上がるよね。ほう、入った瞬間に、はい、右側にそのこれからご紹介するグッズがね、いろいろね、置かれ置いてあるんですけど、あの全部欲しいなって思った。なので、はい、せっかくですから写真だけだともったいないんで、はい、いくつか見ていただこうと思います。よっこらせ。あ、いっぱいある、いっぱいあるよ。なんかクリアファイル、はい、かわいい。まずそのクリアファイル、こんな感じです。あーブンブン、素敵でしょ。これかわいい、デフォン、ここか、はい、これ2枚セットいらんの、へー、ほんとにいっぱいある、すげえ、そう、いや、ほんとにだからすごいいっぱいで、すごいあるのよ、すげえいっぱいある。はい、グラスもございます。なんかまだすごい僕の右のところで続々と袋からグッズが出てきて。グラス欲しい、グラス、いやーこれね、グラス素敵ですよ、ぜひね、お買い求めください。これ見えるかな、そしてね、 T シャツ、難しい、見て見て、 T シャツもある。お、 T シャツちょっと並んでてみるかな、こう、あ、そうそうそう、で今ね、これすごい、人気で M サイズすでに品薄でございます。他のサイズはまだご用意があるんですけど、はい、M サイズそろそろピンチでございます、うん、はい、そしてなんとこのポーチもですね、2種類あるんですけど、よいしょっと、あ、ごめんね、よいしょっと、こちらのポーチは、2つとも現在売り切れたそうです。あらー、はい、先ほどですね、売り切りましたっていうご連絡がありまして、ね、はい、ただし、6月の下旬予定で、はいはい、今再生産中と、おお、すがいうことなんで、はい、こちらをお買い求め検討されている方はですね、6月の下旬にもう1回遊びに来てください。刺繍のポーチですかね、うん、そうですね、そうなんです、可愛いですね、はい、
そしてはいはい、うん、マスキングテープ、マスキングテープ、ございます。おぉ、じゃあ、カメラ、これで見えてるか、うん、これがドット、違うな、違う、イラスト、イラスト、はい、などなど、などなどございますので、ラベルコレクション、モーグリ、チョコボ、グランドカンパ、はい、はい、ずっとね、俺マスキングテープ欲しかったんですよ。なので、ちょっと今回はね、すげえ嬉しいです。そしてこの、はいはい、メタルチャーム、全15種類いっぱいある。そうなんです。これは実際お買い求めいただくときは中に何が入ってるのかわからない状態ではありますが、どれか一つ入っております。はい、こういうやつ、こんな感じです。かわいいでしょ。かわいいです。これこういうでしょ。サムライトシロ、竜騎士と召喚士、はい、あとね、あ、前々回ぐらいだっけ、なんかテスト放送でさ、スマホのカバーの色何色がいいみたいなので、はい、いくつかサンプルをお見せしたんですけど、それの最新版、新ジョブのジョブアイコンが入ってるやつかな、はい、サムライと赤も入ってます。うん、のでこちらもございます。ケースです。はい、あとねちょっと大きいんだけど、大きい、うん、お、ほいほい、なんでしょう、 KK さ、ちょっとこれ、はい、うまいことやってください。あ、これはでかいですね、うん、タペストリー、ちょっと待ってください、多分僕座ってると見せる、あ、立った方がいいかもね、はい、いいですよ、大事な、あ、これでかい、マジでかい、すごいでしょ。じゃん、上入ってない、あマジで、じゃあ俺見えないんだ、もうちょい下げる、もうちょい、あ、そう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 、あ、いいですね、いいですね、これやったらもう家で PLL の5個できるぜ。 PLL、 まあその PLL ってプロデューサーしかできない。プレイヤーもできるか。どういうこと、どういうこと、プレイヤーレターライブができます。これね、テスト放送だと大爆笑したんですよ、みんな。ほら言うなよ。これテスト放送だとスタッフが大爆笑してた。2回目だからちょっと反応薄くなりました。もうね、このタペストリー渡す瞬間にもちろさんから目で合図来たから、あの振り寄る。僕の声入ってるんですか。入ってる入ってる、大丈夫、これ本当に素敵だからね、はい、ぜひこちらも、これ普通にマジで欲しいでしょ、欲しいです、うん、はい、あとね、あとね、実はね、今ね、売ってないもの1個持ってきたの。売ってないもの、ケケ、ケケ、あ、ケケ、あ、いいよ、座っていいですか、タペストリーもらう、はい、じゃあすいません、ちょっとこれお願いします。これ、これから売るらしいよ、これ。え、お、先行発売、あ、これそうそう、あ、なんかね、見えないか、いいね、いいね、いいね、あ、ミニオンキャンディー、ミニオンキャンディー、これ、あ、こっちの方が分かりやすい、タッピング入ってます。6月の上旬からスクエニカフェで先行発売予定で、はいはい、あとね、アルトニアとエアカフェだと7月の下旬ぐらいから発売予定なのかな、未定だったかな、未定かな、まだ、うん、まだ未定です、うん、なるほど、じゃあまずはスクエニカフェからってことなのか、うん、そうだけど、これ予定してるんですって、ミニオンキャンディー、うん、なので、かわいいです、かわいいよね、ちょっと食べてみる、あ、こっちこっち、だってこれ、これしまった、あ、こっち、そっち、そっち、そっち食べていいの、空いてるってさ、空いてる、空いてるけどね、空いてるっていうのは俺の認識ではこうだった、ちゃんと放送だと思ってた、うん、まさかね、これが出てくると思わない、じゃあ大将それ、あ、じゃあそれ無理だよ、バカじゃん、もうなんかもう見るからにいろんな、いろんなのついてるよ、空いてる、そう、大丈夫、サンプルだから大丈夫だ、大丈夫、サンプルってそういう使い方しない、何味かな、だからそもそも食べていいかどうか聞いてねえからさ、多分そういう状態なんだと思うよ、あ、確かに生でしたね、うん、うん、だってちょっとずつ空いてるもん、どれそうです、あ、
書いてますね、あ、食べる食べる、じゃあ食べていいのかな、まあ、いや、それ多分ね、サボテンダーが一ちょっと空いてないの探そうとする、サボテンダーが一番安全かな、かわいいね、サボテンダー、空いてない、できることであれば、それを開けた上でこう見せた、ただ、空いてる一番空いてた、空いてた、あ、本当に空いてた、全部空いてた、じゃあ、この状態で見せられる、見る、サボテンダー見る、すげえかわいいよ、でもほら、あら素敵、かわいいっす、チョコポチョコポ、やっぱチョコポかな、うん、スプリがすげえね、危ない危ない、今転びそうになっちゃう危ない、これならどうぞどうぞ、お、マジで食べた、おいしい、サボテン、お味はどう、サボテン、サボテン味、ハリセンボン、ハリセンボン、意味が分かんない、ハリセンボン味です、意味が、うわ、美味しい、おいしい、うん、飴、はい確実に明日喉を痛める、甘い飴、甘い飴うん、あ、でもね、メロン変な味はしません、メロンかな、食レポネタすぎる違う違う、あのね、一言言っときますけど、はい、ファンフェスの時のサブ放送めっちゃ頑張って食レポしましたから、びっくりした、頑張った、びっくりした、めっちゃ甘い、飴って甘いもんだろ、それも含めて、ね、今日はそのふわっとした感じにしようかなって、びっくりした、あ、うん、美味しい、ということで、はい、改めましてこちらね、ミニオキャンディー、ミニオキャンディー、もうちょっとであのスケニカフェで販売予定ということなんで、こちらもぜひお楽しみに、はい、そして今スクエニカフェで、まだだよ、もう一回実機に戻して、じゃないや、カメラに戻して、生カメラにお願いします、スクエニカフェでね、ご飯食べていただきますと、あ、こんなコースターがもらえます、あ、ドットドットのコースジョブエ、新ジョブだ、そうですね、新ジョブのもあるんだよね、これ、あ、新ジョブのやつあれだな、あれじゃね、大丈夫、して赤とサブレ、これが、あ、そうそう、コースタードリンクのみ、ごめんなさいね、今、うん、これがまずドリンクです、離れてる方が分かりやすいね、ドット感出る、うん、うん、で、ご飯の方、今順番に説明しようとしたら説明ごっちゃになっちゃって失礼しました、で、フードの方がランチョンマットになってまして、はい、ですね、まずこちら2枚、はい、はい、あ、あのね、カレーとかロールキャベツとかバーガーとかっていうのを頼んでいただくと、このランチョンマットの2種類あるんですけど、どちらかがプレゼントされます、で、はい、ですね、バーニャカウダーとかマッシュポテトとか、あとね、デザート系だね、ベリーケーキとか、いいんだよ、あのスフレとかを召し上がっていただくと、今度は別のランチョンマットがあって、よいしょっと、うん、さっきのドットが、そうですね、はい、あるんです、こちらもどちらか一つがプレゼントされます、はいはい、なので、ジョブコースター全部で15種類ドリンクです、はい、ランチョンマットは全部で4種類、はい、なんですが、ちょっと食べ物によって、そうですね、メニューによって変わってきます、うん、2種類ずつとなっておりますので、はい、こちらも予習の上、はい、当日よろしくお願いします、なんかね、ハンバーガーすごいボリュームなんだって、へー、なんか一人食べようと思ってたら思ったよりボリュームあってって言ってコメントも多かった、美味しかったけど、あの割とお腹いっぱいになる、なかなかの攻撃力よって、うーん、行きたいですね、ね、のでちゃんと行きましょう、また今度行きましょう、はい、で、あとね、そうそうそう、スクエニカフェで、あの今日本のファンフェスの、ファンアートコンテストで、はいはい、あの入賞された方々の作品の一部を、はい、貼ってある、展示、はい、展示させていただいてるんですね、はい、階段の両脇のところに、うん、あれは今後なるべく、まあ全部いけるかどうかわかんないんだけど、何回かちょっとこう更新をして、うんうん、一人でも多くの方の作品があそこでご紹介できるようにと
今ですね準備をしてくれています、うん、なので、うん、最初行ってご覧になった方もちょっと時間経ってから行くと別の作品が見えたりとかすると思います、はい、でね、ちなみにこれねあそこにファンアート飾ろうっていう発案をしたのも入れ替えを今一生懸命頑張ってくれてるのも、はい、アニー先輩なんです。アニー先輩優しいよね。さすがです、ね、うん、のでそう俺はもっと見習わなきゃなって思いました。うん、なんでしんみりする。いやでもさ素敵じゃん、まあね、うん、なのであのアイデアが我々から出てこう言えたらもっと素敵だったかもな。そうですね、うん、うん、ちょっと最近見ないって言うけど、しんみりしいいやつだったみたいな。生放送には出ないけれどもそんな感じでね、実は兄先輩すごい忙しいんです、うん、別にこれだけやってるわけじゃないんだけれども、なのでどっかで兄先輩を見かけたら兄先輩には特に優しくしてください。気持ちいいわけじゃない。何かがあったわけじゃないけどね。優しくしましょう。そうなんですよ、はい、宣伝チームとコミュニティチームって実はそういう感じで同じ案件をねこう一緒に協力してやっているんですよっていう、そんなお話でございました。はい、じゃあ次のお知らせいきますか。はい、じゃあ次です。はい、スクエニカフェエオルゼアカフェ、連動スタンプラリー開催中でございます。スクエニカフェ、スクエニカフェとエオカフェに来店して限定コースターをゲットしましょう。そう、さっきスクエニカフェの説明させてもらったでしょ、はい、で今エオカフェの方ではこんなランチョンマットがもらえます。はい、いるかな、こんな感じ、うん、はい、のでこのランチョンマットももらいつつスクエニカフェ、エオカフェ両方行っていただきますとこちらのコースターがプレゼントでございます。結構素敵でしょ。キラキラ感が伝わるかな、ね、ちょっと違う、こうキラ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 、あ、光ってる、キラカード、キラカード、キラカードです。あったな、キラキラしてます。そう、おしゃれ仕様なんでぜひこれもね皆さんゲットしてください。はい、よろしくどうぞ。そうなんですよ、はい、素敵でしょ。キラカードとか言っちゃダメですね。まずカードではない。カードではない。コースター一生懸命でも今俺そこ流していったんだけど、わざわざ戻って掘ったよね。いや、ちょっと気がついちゃったって。気がついちゃった。自分で気がついちゃった。いいよ。これはちゃんと言い直さないと。はい、怒られちゃう。はい。はい、じゃあ次です。はい、ゴールドソーサーフェスティバルの、予告が本日出ました、ね。はい。なんか大将今日あれでしょ、開発ブログ更新してたでしょ。書いた書いたね、うん、もうどう頑張っても鼻息踏んだ僕最後まで残ったことがね、やっぱ日頃の行いじゃないかな。どうやってもあいけんちゃうか思ったら絶対吹っ飛ばされる。成功した試しがない。なるほどね。まあそんな感じのゴールドソーサーでございますが、はい、全部 1.5 倍なんで、 1.5 倍ね、 GP たっぷり、さまざまな、さまざまな、はい、大将困ったらど真ん中だって。困ったらど真ん中、そう考えた時期が俺にもありました。あったね、うん、割と早めにやめたよ、その考え。はい、なのでこちらまずは今画面の下にある URL ちょっとアクセスしてみてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう1枚、先ほどちらっと言いましたけれども、そうですね、うん、ゴールドソーサーフェスティバルに合わせてスクリーンショットキャンペーンを開催いたしますので、はい、はい、こちらグループポーズを使った機能で撮影してくださいねっていうものになる予定です、はい、なので先ほどの放送を見て撮ってください、はい、よろしくお願いします。詳細は後日お知らせします。そしてそして、はい、ファンキット続々現在公開中でございます。これにも QR コードついてこれね、試しにつけてみた。ほらファンキットってさ、うん、PC でもやるけど自分のほらスマホとかにもさ入れるじゃない、はいはい、だからスマホでピッてやってダウンロードするのこれもしかしたら便利かなと思ったんだけど、ちっちゃくて読めるかどうかが分かんない。さっきよりちょっとちっちゃいですか。赤がない。あー、いいところに気づきましたね。いいところに気づきましたね。お、もう少々、もう少々お待ちください。
そう、はい、はい、ご用意はということでございます。では次のスライドに行きましょう。はい、です、はいはいはい、ファイナルファンタジー14出張プロデューサーレターライブ放送日決定、決定言ってるけど予定やから、はい、まだ予定、まだ予定、時間そう、6月の14日朝8時半から予定ゴロ、予定ゴロ日本時間ですね。そして、PLL があるってことはということは14回の朗読会とかもあるんですかね。なんかね、あるかもしれませんね、はい、うん、はい、まだわからないです。ということでこちらも、はい、なかなかね平日の朝っていうことなんで、そうですね、若干ほらトイレにこもる可能性もありますけど、祝日ではないですけど、ね、ちょっと見ながらこうね、はい、やばいよ、スマホで見ながら、よろしくお願いいたします。7時半から予定しております。はい、で続いてです、はい、NGC 生放送に吉田さんが出演を決定しました。はい、6月5日月曜日22日からの放送で吉田さんがゲストとして出演をします。こちらもぜひですね、ご覧いただければと思っております。はい、今回何するんですかね、楽しみですね。楽しみ、はい、はい、こちらもよろしくお願いします。そしてじゃあ、お、早いな、カメラ戻ったね、うん、最後に、ね、ちょっとおまけのお知らせございます。そう、一瞬さ、エオカフェの話させてもらったじゃない、はい、で、今のランチョンマットでしょ、で、6月20日からなんと 4.0 系のこうコースターとかが登場するんで、これを先にちょっとご紹介しようかなと思って。欲しいでしょ。あ、はいはいはい、赤サムライ、おお、見える、うんうん、あとは、はい、スサノバンシンコースターですね。そうだ、ラクシュミ、おお、じゃこれ絶対もらいに行く、絶対行きます、出ました、宣言出ました、ラクシュミが欲しい、これがもらえるまで頼み続けます。でもジョブのやつはあれじゃない、最初入った時これ多分最初入るやつ、予約した時に、そうだ、1枚もらえるやつ、ね、そしてだな、はい、まだちょっと一回静かにしてもらっていいですか。石板もあるよ、うんうん、意外と俺らに聞こえない、そう、聞こえないですよね。あのエフェクトが僕ら何かかってるか分からない、当たり前のことを大きな声で言ってるにしか聞こえないんだ。当たり前のことを大きな声で言っただけだよ。石板侍ですね。マジで石ね。マジで石、マジ。結構重いですよね。マジで石です。はい、はい、そして赤も。赤もどうす。はいはい。あ、これ。はい。赤もどうし。プルプルプル。機嫌落とさないで。はい、はい、といったものも。はい、着々、はい、こういうところもあれですよ、だから新しい拡張の準備が進んでるわけなんです、うん、なので皆様ゲームも楽しみ、エオカフェも楽しみということでよろしくお願いいたします。お願いします。お知らせ以上かな。お知らせは以上です。はい、じゃあ終わった、はい、そうですね、お知らせ終わりました。あと今後のスケジュールか、はい、スケジュールをじゃあ、はい、ご紹介していきたいと思います。今後のスケジュールお願いします。今回もですね、はい、前回に引き続きムームさん作のイベントカレンダーを使って今後の予定をちょっと確認していこうかなと思うんですけれども、まず一番上6月ですかね、うん、その前にね5月の30日からゴールドソーサーフェスティバル始まるでしょ、はい、で翌31日光のお父さん最終回でございます、うん、どう持ってくんだろうねと思ってすごい楽しみ。いや、そうですね、展開を果たしてどうなるのか、見ねば、そう、MBS があるから、まあ厳密にはね今のその月曜日のところから最速の最終回なんですけど、そうです、ごめんなさいね、我々 TBS 感覚で話してるから申し訳ない、申し訳ない。はい、が5月の31日、はい、お父さん、はい、そしてですね、6月の7日
サントラの発売日ということで、ここからさっきコメントにもちょっとあったんですけど、はい、サントラのインストアイベントが始まります。ああ同日東京で、なんかこの間初見さん乗り込んできた時6月6日生放送やるとか言ってましたけどね、うん、言ってたね。そういえばまだ何にも多分まだ今のところ決まってないんだよね。もうすぐだよね、うん、確かに確かに。で、まあ一応翌日6月の8日のところが、さっきお見せした雑誌の、はい、あのスペシャル号の発売日ですね、はい。そして下の方にさ、20日のところにさ、赤い文字でパッチ 4.0 っていうのがあるね。ありますね、うん、正式サービス開始でございます。 その上にもさ、 E3 とかいろいろあったりしてさ、うん、なんだかんだで6月も忙しいよねっていう。いっぱいありますね、うん、そう考えたらもうほんとすぐだね、これ。いやこれ見ると改めてもうすぐなんだなっていうのも確かにね。アーリーアクセス開始っていうのもちゃんと入れてくれてますね、ありがとうございます、はい、6月16日のところに18入ってますね、はい、はい、時間までバッチリです。うん、素晴らしい。いやー、本当にありがとうございます。もうね、困ったらここ見に行くとね、まとまってるもんねっていう。しかもこれスマホで見れるんだから本当ありがたい。そうです、はい、同期もできる。できます、自分の Google カレンダーにね、はい、載せられますから同期できます。素晴らしいですね。活用させていただいております。はい、今後も活用させていただきます。ありがとうございます。このサイト教えてほしい。え、うんこメン出せると思うけど、ちょっと、はい、ムームさんのあのサイトです。ムームのネタ帳というところでございます、はい、多分今上に帳面の帳の字が違うかな。はい、何も見てはいない。上の今急に言ったからあれでしょ、焦ってタイプをしちゃったでしょ。もう一回ちゃんと出そう。大丈夫よ、本当に細かく。ごめんね、急に出してとか言ったりして。はい、はい、こちらアクセスしてください。そしてブックマークしてください、はい、皆さんぜひご利用していただければ。はい、ということで、はい、そろそろおしまいのお時間でございます。はい、はい、いやどうでした？私初どうでした？めちゃくちゃ緊張して、もう今もですけど緊張してます。うん、ガチガチ。いやでも全然これでもさ、ちょっと待って、これでガチガチって言った場合さ、いや多分だって俺の方がなんなら我々の方がガチガチで、いやいやいや、うん、ぜひまた来てくださいって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう、全然ガチガチじゃなかったよね、見て。本当ですか？みんなね、うまく隠せてました。隠せてるってか、すごい自然だったと思うよ。隠せ ガチガチっぷりをガチガチっぷりをこう一回ぐらいエコーやっとる。面白い。何喋ります？あのね、短めの言葉で最後タッっていう感じでこう切るとね、タッ、うん、あ、違う、なんつうの、伸ばさないんだよ、あれ実は。伸ばさずにバツンって切った方がエコーの、うん、さっき響きはチューみたいに言っちゃう。やるぞとか、うん、勝つるとか、たあのやだ、たじゃなくていいね。最後語尾を伸ばさずにブンって切れば OK。 やってみる、やってみる、はい、いきますよ。終わった。終わったって言ったら終わった。予想外すぎる。完全に今見えないですけど、コメント多分今今ね、今こういうのいっぱい流れてる。絶対そうです。失礼しました。いやいや、大丈夫です、大丈夫です、はい、あ、もう今ので全部持ってったね、はい、今日ね。意外とでも楽しいでしょ。楽しい。あの、出るのも大変だけどありでしょ。大変。だって最初にあれですよ、うん、出るって言われた瞬間から今日までずっと緊張してましたからね。ああそう、はい、でも直前に言ったらもっと緊張する。そうですね。準備しないと多分ダメだから。そうなの。なので、まあまあ、あの、今後もぜひ一緒にワイワイやっていきましょうということで、お願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんもきっといい花を届けられたんじゃないかなと、笑いとね、思うので、はい、いやー、あ、そうそう、あとさ、最後にあれだ、また今年もカウントダウン企画を皆さんやってくださってるんで、はいはい、ちょっとそれの話というか、プレイヤー見た？
見た見ました。すごいよね。びっくりしました。あの例年さ、ものすごい量のカウントダウンだけど、今年はさ、そもそもあのスクショだけじゃなくてさ、そうなんですね。いろいろあります。いろいろありますね。実写も美しい写真がありました、うん、はい、イラストも、はい、スクショも、うん、素晴らしい。それぞれの表現方法で皆さんカウントダウンをお祝いしてくださってるので、はい、ね、今年も我々もちょっとまたお邪魔させていただけたらいいなぁなんて思ってるんですけど、はい、まあ我々って言ったけど、そうです、開発チームの皆さんどうでしょうかと、はい、ね、いうことなんで、ゆるーくまた一緒に盛り上げ企画参加させてください。よろしくお願いします。じゃあ終わりますか。次の放送あ、次次いつやるの。次どうしますかね。6月の頭もう ARTV とまたダブルで6月の頭ってさだって今5月26日だよ。でも逆算すると16アリアクセスでしょ。そうだね。16アリアクセスってことは今日、はいはい、プレミアムでしょ。5万そうだね、そうだね、プレミアムそこしかやるところがない。なるほどね。じゃあアリアクセスの前にもう一発ぐらいはい、やりたい。わかりました。放送する内容あんのってコメントあるけど作る。あ、わかります。きっと必要なことがいろいろあるんだろうね。はい、はい、じゃあ、次回は6月中旬上旬から旬、アーリーアクセス始まるまでのどっかぐらいで、はいはい、すげえ近いけどお会いしたいと思います。はい、じゃあ今日は放送をご覧くださった皆様どうもありがとうございました。ポッチさん、はい、そのいいよ。せっかくなのでギュッて。じゃあ、終わったで終わろうか。終わったで。終わったで。ご視聴ありがとうございました。またねー。